アンナ・ニコロ・スミスは、アメリカ合衆国のモデル、女優、テレビジョンパーソナリティである。アメリカの月刊誌、プレイボーイに登場すると好評を博し、1993年のプレイメイト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。アダルトモデル以外にゲス・ジーンズや、レイン・ブライアントなどの広告モデル、自身のリアリティ番組、アンナ・ニコショーへの出演など活動は多岐にわたった。テキサス州ヒューストンで生まれて、 高校中退後、17歳で、最初の結婚。1994年に、テキサスの石油事業のビジネス王 J. ハワード・マーシャルと、再婚した。64歳年上のマーシャルとの結婚は、彼女が彼の資産を狙ったものとする憶測を生んだが、彼女はそれを否定した。マーシャルの死後、彼の遺産をめぐって、長期間の法廷闘争が繰り広げられ、 それは最高裁判所の判決にまで達した。処方薬の過剰摂取により、2007年に39歳で亡くなった。死後も、彼女が死亡する1ヶ月前に、息子のダニエル・ウェイン・スミスが急死したことや、娘ダニーリンの親権争いなどが、メディアの注目を集めた。 ドナルド・ユージーン・ホーガンとバージー・メイ・テーバースの一人娘ビッキー・リン・ホーガンとして1967年11月28日にヒューストンで生まれた。父ドナルドが妻とビッキーを置いて家を出たため2歳の誕生日を迎える前に両親は1969年11月4日に離婚し、ビッキーは母と母方のおばエレイン・テイバースによって育てられた。母、 バージー・テイバースは1971年にドナルド・アール・ハート、1987年にジョーディ・トンプソン、1996年にジェームズ・ティ・サンダース、2000年にジェームズ・ウェイチ・アーサーと再婚し、最終的にはアーサー・セイを名乗っている。母がドナルド・アール・ハートと再婚してから、ビッキー・ホーガンはニッケ・ハートと名乗るようになった。ビッキーにはイボ妹・と、 ダナ・ホーガンとエイミー・ホーガン、イボ・アニ、デイビッド・エル・タッカー・ジュニア、イボ・テイ・ドナルド・アール・ハート・ジュニア、とドナルド・アール・ホーガンがいる。地のつながりが片方ずつある兄弟だけでも6人兄弟である。ビッキーは、ヒューストンのダーキー小学校と、オルディーン中学校を卒業し、9年生の時に、母の妹にあたるオバ・ケイ・ビールと暮らすために、ヒューストンから、テキサス州メヘイアに移った。 メヘアでは、メヘア高等学校に通ったが、高校1年生の時に落第し2年生の時に退学したため、義務教育は8年生までしか終了していない。メヘアのレストラン、ジムズクリスピーフライドチキンで、ウェイトレスとして働いていた時に調理師として、働いていた16歳のビリー・ウェイン・スミスと知り合い、1985年4月4日に結婚した。 翌年長男ダニエル・ウェイン・スミスを出産したが1987年に別れ1歳のダニエルを連れてヒューストンに戻った。ヒューストンのナイトクラブでストリッパーとして働き始める前はウォルマートで働き次にレッドロブスターでウェイトレスをしていた。プレイボーイ創始者のヒュー・ヘフナーに見出され1992年3月にプレイボーイ氏の表紙を飾り マリリン・モンローの再ライトデビューを飾った。翌年には、プレイメイト・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、アメリカのゲス・ジーンズなどの広告にも登場。パリの有名デザイナーのショーやモデルとして一世を風靡した。なお、アンナは、これまでにプレイメイト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた、プレイメイトの中で、身長、体重ともに、最大のプレイメイトである。1991年10月ヒューストンのナイトクラブ。 事実でストリッパーとして働いていた店に客として出入りしていたテキサスの石油大富豪 J. ハワード・マーシャルと出会い63歳年上の大富豪との結婚に世間を騒がせた1994年6月27日に結婚し翌1995年8月4日に J. ハワード・マーシャルが死去当時アンナが 夫の葬儀にウェディングドレスを着て参列したこともまた、マスコミ各紙の話題となり、世間を賑わせた。夫の残した莫大内産をめぐっては、28歳年上の義理の息子、イーピアースマーシャルを相手取り裁判を起こし、イーピアースマーシャルは2006年6月20日に、病死したが、裁判は現在も継承中である。しかしその間に遺言書が見つかり、遺言書には、 すでに亡くなった息子へ遺産を相続すると明記されていた。裁判は週をまたいで2点3点した後、結局財産はピアースの遺族の相続となり、ピアースの妻エレイン・テトマー・マーシャルは全米で4番目に金持ちの女性として報道された。2006年9月7日、バハマの首都ナスソーで長女ダニーリンを出産。9月26日に ラリー・キングとのインタビューで、アンナの弁護士として、長く働いてきたハワード・ケイ・スターンが父親であると、名乗り出た。しかし芸能ジャーナリストのラリー・バークヘッドと、女優のザザガ・ボールの夫、フレデリック・プリンツ・ホン・アンハルトも、また自分が父親であると次々と主張し、最終的には、誰が、本当の父親であるかを確認するための DNA 関係にまで及んだ。 アンナとハワード・ケイ・スターンは9月29日ナッソーで結婚の誓いを交わしたが結婚証明書を作成していなかったために法的には2人の結婚は成立していなかった。同年9月10日ナッソーに母と妹を見舞っていた息子ダニエル・ウェイン・スミスが20歳で急死。死因は抗うつ薬のゾロフトとレキサプロ及び鎮痛薬のメサドンの内服とこれらによると推定される。 薬剤性不正脈が原因と推定されている。ダニエルは失恋で軽いうつ病状態にあり、医師を受診していた。2007年2月8日、フロリダ州ハリウッドのハードロックホテルカジノの部屋で倒れているところを発見され、病院で死亡が確認された。39歳だった。息子の謎の死に続き、ゴシップ死の格好の的となり、アンナの死をメディアも速報で伝えた。 ハリウッドでは地元警察が記者会見を行い、アンナに同行していた施設の看護師が倒れているのを発見し、午後1時45分ごろに通報を受けた。ボディーガードが蘇生処置をし、病院に緊急搬送した。病院は午後2時49分に死亡を確認したと発表した。このことについて、なぜ蘇生処置を看護師ではなくボディーガードが行い、本来ならば、 蘇生処置を行わなければならない看護師がフロントに連絡しに行ったのかとメディアは伝えた。アンナがどの時点で死亡したのかに関し、CNN はホテルの部屋で既でに死亡していたのではないかと伝える。ホテルには救急車の他に消防車なども到着し、多くの警察官も駆けつけ、病院に着いた時にはアンナはすでにシーツで覆いかぶされていたと目撃者は語る。 アンナは前夜、具合が悪く、微熱があったという。なお遺言状で、全財産が譲渡されるはずだった息子が、すでに死去しており、生後間もない娘の父親に3人の男性が名乗りを上げていることから、推定15億ドルの遺産をめぐっては、混沌とした状態にある。遺言状は2001年7月30日に、作成されて、以来更新されておらず、現状では、 長女ダニーリンに遺産の相続権がないが、アンナの母、バージーアーサーは遺言状が無効であるとして争う構えを見せている。2007年4月10日にバハマの法廷は DNA テストをもとにラリー・バーグヘッドがアンナの長女ダニーリンの実の父親であると証明、発表した。2009年3月13日米カリフォルニア州司法当局はアンナに生前、 過剰に薬物を投与していたなどとして、共謀容疑で、ハワード・ケース・ターンと、医師二人を訴追した。訴追上によると、三人は共謀して2004年から2007年に、かけ、正当な医療目的がないのに、鎮静剤や抗うつ薬など数千錠をアンナに処方、投与するなどしたとのこと。今のところ、アンナの死因との関係は、明らかされていない。 マリリン・モンローの再来と言われたスタイルの持ち主で、あるが、体重の変動が激しく、一時期激太りしていたがダイエットに成功して、元通りの姿に戻ったり、包教手術を受けていたことを暴露したりと、私生活の面でゴシップ氏の格好の的となった。ダイエットサプリメントの CM に登場し、このサプリメントのおかげで痩せたと PR していたが、サプリメントを販売した企業と彼女は、 虚偽の広告をしていると150万ドルの損害賠償を求め訴えられたと2007年2月6日に伝えられた。死後、バイセクシャルだったことが明かされた。ありがとうございます。